まあ、こういう改造とかもね、少し楽しみがあるっていうような要素もあります。よっ、左、間違いなく左。よし、いいぞ。最初の漕ぎ出しが大事だ。こっち側にアイテムあったけど、スルーっていうか、無理だもう無理だもうってことちょっと多いかな。よっ、いける。うん、なんか良さげなアイテムがあるといいけどな。この板は置いといていいや。コーンもね、あの火を通せばかなり美味しい食事になったと思うんで、どっかで火を起こせるところがあるかな。自分でキャンプファイヤーも作れるんですけど、ちょっと材料が いるような覚えがあるな。よっ、アルコールだ、消毒液か。よっ、ダンデライオンはいっぱいある。寝るところ。どこでカラスが騒いでんの？静かにしてくれ。狼を呼ばれては困る。あ、やべ。体力が尽きて、触れない棒を。よ。あれ？どっか行ってくれない？あ、行ってくれた。よしよし。あ、ユッカだ。あ、これ。トゲの枝？あんまりこういうトラップに引っかかりたくないな。よ。どいてどいて。まあ、羽とかはね、矢につく。あれ？何？そこもう取ったよね。まだなんかあった？ないじゃん。あ、いや、ちょっと違うだよ、ロゴやべ、スカウトにガチ切れするところだ。暴言吐くところだ。あ、ダンデライオンね。これちょっと直さないとな。これってどうやって直るっけ？これ自然に治癒する。あ、アロエ。アロエか、包帯で治るらしい。アロエで治るんだったらアロエでいいや。あっち帰るか。トラップ仕掛けたいから、これ作れるんじゃない？今。よっ、どうだ？あ、いけそう。あー、枠がないか。ゆっか。いやー、これ。間違えた！え、間違えてない？あ、間違えてないわ。なんだよ。よし、ボックストラップ。獲得。で、これを穴の上に置いとこう。ショートカットキー使って、トラップ。よし。ここに、かけとこう。ちょっとやべ、腹減りすぎてやばいよ。キャンプファイヤーって、作れるんだっけ？どう、作れた？いや、作れないな。どうやって作るんだ？あ、フリントと、木か。そうかそうか。うわ、これミスった？またまたミスっちゃった？あ、そこにも穴あんのか。なんてこった。どうにか。あ、そうそうそう。通過。そんなバカな。これ引っかかってもらうの待っとこう。これちょっと待ってよ、お腹が減りすぎてやばいぞ。あの板を使うのはちょっと忍びないけど、火を起こさないと。生肉を食べるってのはあんまり良くないから仕方ないけど、プリントとアルコールはいらないや。で、これでちょっと待ってよ。これいらないで、キャンプファイヤーを起こして、どうした？え？あ、待って。ちょっと待って。待ってくれ。食べるもある。ちょっと待って。コーンだ、コーン。ちょっと待ってくれ。コーンゼロでそんな劇的に偉いことになるとは思わなかった。ちょっと待って待って。雨か。いや、雨降ってきた。ちょっと待ってくれ。ピンチ。待って。コーン全食いする。コーン全部食べて。あ、治った。やべえ、こんなえぐいことになると思わなかった。しかも雨降ってる。ちょっと待ってくれ。待ってくれとしか言いようがない。雨降る？このタイミングで。いやー、
ユッカもう一個食べて、火通して食べたかったけど、うわーフードポイズン、なんだ火入れずに食べたから、野草食べたら、で水、寒い、まずいまずいまずい、なんかえらいことになってる、なぜこんなことに、やばい、スカウトの顔がボロボロになってる、あ、ウサギはいたぞ、ちょっと待って、寝るにしてもちょっと6だ、6、空腹6を消費して、雨やんで、雨やんだ、やんでるやんでる、やんでるけど、ちょっと待って、やばい、ゲームオーバーになる、火立てればいい、大丈夫、座って、座った、やばい、あ、大丈夫、まだ大丈夫か、焼いて、焼くんだ、その肉を焼くんだ、こんなおかしなことになると、よし、いけた、大丈夫だ、危ないってあー、ちょっと待って、フードポイズン、ダンデライオンティーね、ダンデライオンティーを飲めば解毒されるね、お腹壊してる、飲もう、飲んどこ、はい、はいはいはい、食中毒も回復で、あとアロエを一気にえらいことになっちゃった、雨止んでよかった、で、これ、はい、で、もう一回、待ってね、もう一回肉焼こう、で、肉食べよう、すぐにお腹をちょっと膨らましとかないと、で、ウサギの皮を今2枚取ったから、あ、そうか、アロエ、よし、ここ離れていいぞ、はぁ、なんてこった、間違えた、木炭もらっといて、あとこれトラップを回収して、どうしようかな、こっち側に仕掛けとこうかな、火はまだあるから水汲んでダンデライオンティーを作っていくかな、確かね、フィルターはね3回まで使えたと思う、確かね、で、これアロエ、お、よ、アロエ使おう、治った、よし、ちっちゃい傷治った、アロエでどうにかなる、で、ポーチを作ります、ウサギの皮2枚と大砲セット、ポーチ、4つね、リュックの中身が増えるという素晴らしいアイテム、よしよし、ちょっとだけ焦ったな、いやごめん、あの、だいぶ焦った、嘘ついた今で、ウォーターフィルター使って、うん、よし、こんなもんか、で、もう一回戻って、ウサギはかかってないな、っていうか夜は活動してないか、で、座って、で、もう一回ダンデライオンティー作っといて、よし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 、で、睡眠がちょっと危ないからもうちょっとだけ寝とくか、うん、5時間ぐらい寝とこう、で、起きたらもしかしたらウサギ引っかかってるかもしんないし、あ、火消えちゃってる、そっか、どう？あー、引っかかってる、あれ、引っかかったよね、取れた、あ、引っかかってる、よかった、よしよし、で、ウサギをまた皮と肉にして、ショッケで、どうするかな、これって確かもう一回火つけられたよな、つけられなかったかな、ちょっと座って、火つく、あ、つけられた、よしよしよし、で、お肉焼いておきましょう、まあ、食べてもいいぐらいだけどな、
うん、35だし、うん、55だから。90かな。よし、オッケーオッケーオッケー。よし、オッケーオッケーオッケー。なんでこんなこと、あー、ちょっと寝るんじゃなくて。これって、もう一回木炭取れる？取れないか。ダメか。もう一回、新しい枝作ったから、どうにかなるかなと思う。その、バラしたトラップ、燃やして木炭取っといてほしいけどな。ウォーターフィルターで使うから。よし、荷物が結構、余裕、てか、空きがね、余裕出たかな。探索が楽になる。確かね、何個 ?8 枠ぐらい最大。なんか結構いけるよね。結構開いた覚えが。で、これ、スピードが乗って、どっかにぶつかると、その分ね、イカダへのダメージも大きいので、気をつけていきたいですね。よっと。あれ？地域2って、いつ入った？どっか見落としたか。もう地域3つ目に入ってる。ラジオの話が全然進んでないけど、大丈夫かな？よっ。なんかちゃんと特定の地域に行かないとダメとか、ないよね。強制イベントみたいなのあるよね、きっと。ない？ストーリーの進め方がよくわかってない。建物の上とかいいんじゃない？どうかな？よいしょ。ちょっと変わった街に来ましたね。なんか自然ってよりは。ん？なんだ？あれ何？何してんのこれ。あ、なんだこれ。え、怖っ。ほら。あー、なんていうか、流れ物、やーみたいな。放浪者みたいなね。よーみたいな。あえて嬉しいよみたいなこと言ってんのか。あー、なんか持ってるって言ってんのかな。矢を要求してんのかみたいな。ちょっと話してみるか。矢が欲しいのって。あー、いや、持ってって、勝手に持ってっていいよみたいなことを言ってる。あ、観測者見てるんだって。なんか、あなたを見てるわ、私たちは。次は、その、流れ物、私のことですかね。私が、流れ物が見る番よ、みたいな。何を言ってるかよくわかんないな。せっかくのストーリーモード、何を言ってるかちょっと、いまいちわかってない。まあ、後で補足するか、これね、確かに時間流れてるんですよね。確かね、会話中、なんかコロコロ転がってるけど、確か時間が流れてたような気がするんだよな。まあ、とりあえずなんかもらえたのかな？なんか、その、親切にありがとうって、まあ、最善を尽くすよってスカウトが回答するみたいなんで。気をつけてね、流れ物、みたいな。君もね、って言ってます。まあ、何かもらえたわけではない。ちょっと、なんか読み間違えたかな？なんか結構ね、単純な文章じゃない気がしますけどね。僕の知識不足もきっとあるんでしょうけど。あんまり、そのちょっと、詩的な言葉を使ってるような気もしなくはない。よいしょ。で、ペニシリンは作っておこうかな。火があるってのは、すごいありがたいですね。どれだ？あれ？作れない？あ、もしかして。あっちか。あ、船の中だ。このね、ペニシリンの元になる胞子みたいなのはね、単品じゃ何の役にも立たないんで、2個揃って火を入れて、初めて意味があるアイテムですね。あ、塩発見。塩を肉に使うと、まあ、塩で締めてね、乾燥っていうか、日持ちする肉を作れる。そういったことができますね。ここ、あ、水だ。水か。どうする？ダンデライオンティー。まあ、飲んどっか。飲んどこ。飲んで、で、水を、瓶に入れて、で、そうだな。この辺って、中は調べらんないのか。結構広いぞ、ここ。時々こういう変な人たちと、変な人たちって言っちゃった。変な人たちと会うことができるんだな。
あ、でもやっぱりなんか矢もらってるな。やっぱもらえたんだ、矢だけ。弓もくれよっていう話はあるけど、まあそれはわがままだよな。よいしょ。で、座って、ちょっとおなじみの光景になってきつつある。座ってダンデライオンティー作って、ダンデライオンティーって普段言わない言葉めちゃめちゃ言ってるな今日。で、離れて、まあ、ペニシリも作っておいてね。んーで、木炭はもらっておきます。よし、こういうまあ地味な操作もね、こうやって集めることも大切だから、後々効いてくるから、きっと。うん、よし、じゃあ流れていくかな。森が近いから森行くか。まあ夜近いからな。森はなんかその狼がね出やすいイメージ、イノシシとかがねいるイメージがあるけど、そろそろイノシシ狩りも視野に入れながら。あ、あとあれだ、なんかナットとかあったよな。あ、ない、あったあった、絶対あったぞ。あ、これコレクト。あ、キャンプファイヤー、あ、キャンプファイヤーが入ってる。クエストクリアしたからだ。ファイヤーフィックス、あ、出た。服がしょうもないから寒いって言ってる。そうだな、イノシシなりウサギなり。おーおー、ちょっと待ってくれ、用意が全くできてない。結構こっち来てから広いから、やべ、狼呼びまくりそう。こいつどけどけどけ。広いからいろんなアイテムがあっていいな。